はい、トルシティの大賞でございます。2022年の8月の19日金曜日でございます。本日も妄想映画劇場ちょっと古い映画を喋っていきたいと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。金曜日といえばですね、普通新しい作品の初日となっておりまして、私はそれを見てですね、映画レビューを上げるということにしてたんですけれども、最近新しい映画で私の触手に触るような映画がなかなかございません。もう子供向け、まあ8月ですからね、そういうのが多いかもしれませんけども、それでもあまりにも広いですね。夏休みということで、皆さんも多く見られると思うんですけども、それほどね、活気づいておりません。やはりですね、もう2大映画でしたね。キングダムと、そして、ジェラシックパークの最終話というのが看板でございました。そして、当たったのはやっぱりね、もう内容通りでキングダム2は大変大変面白いございました。ジェラシックパークの方はですね、ちょっとマンネリ化してたような気がします。そして今日紹介いたしますのは、昨日のことを受けまして、12人のイカれる男。私ね、これ12人のイカれる男たちやと思ってたんですけどもね、男で切れるということがね、判明いたしました。判明いたしましたということないけど、複数形になってなかったんですね。へーと思いましたね。サイバー映画でございます。はじめはアメリカはですね、司法制はですね、12人の裁判員がですね、有罪か無罪かを、決めるんですね。で、どちらにしろ、とにかく12人の合意がなくてはいけないということがね、素晴らしい点なんですね。はい。11対1でも決まりません。12対0でないと、有罪か無罪かは決めてはいけないということになっております。だから男たち、この映画はですね、初め集まりまして、さあもう決まったようなもんだから投票しようぜということになりまして、札を入れていきます。そうしますとですね、もうみんながですね、12対0で有罪ということにね、もう決まってるやんけと思ってたんですけども、蓋を開けてみればですね、たった一人無罪に入れてる人がいました。誰や誰やということになりまして、これが、主人公でありますヘンリー・フォンダ、まあ、陪審員 A ですね。で、ってもうコロナやめてよ、もう早く家帰りたかったのにというおっさん方がほとんどでございます。で、どこがお前これが無罪やねんと言いますとね、無罪か有罪か、まあまだわからないけども、こんなまだ集まって10分かそこらでね、あの少年の一生を決めてやるのはかわいそうだ、皆さん話し合いましょうって言いますね。そいつの一人の男がですね、いるんだな、こういうやつが集まれや、一人ぐらいはいるもんだぜ、こういうへそ曲がりが、とか言いますね。はい。で、しばらくこうごちゃ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 してたんですけど、わかりました。もう一回入れてください。私を除いて11人で入れてください。で、11人がみんなまた有罪であれば、もう私も有罪にしますということでね、主人公は折れます。はい、よっしゃよっしゃという形で、もう一回投票します。今度はまた一人。10対1で、一人は無罪と入れております。どうなってんねんっていう形でなりますね。はい。そうしますと、結局一番ね、ご老人がですね、いやいや、この人がね、私もね、有罪やとは思うけども、話し合いましょうと言っていると。私もその通りやと思うと。あの若者の一生を決めるのに話し合いもなくてっていうのはかわいそすぎると。話し合おうということになりまして、いよいよスタートいたします。で、無罪の立証はいらないんですね。有罪は立証しなければいけません。無罪の立証はいりません。有罪の立証がなければ無罪でございます。怪しいのは罰せず、みたいなね、言葉がございますね。私ね、これね、映画ね、確かね、小学校ぐらいで見たんですけどもね、
この時に初めてこのアメリカの制度を知りました。12人がね、みんな一つで裁くということ、そして12対0でなければいけないと、ああなんてすごい国だ、なんて素晴らしい国だとね、子供心には思いましたけどもね。日本ではね、まあ裁判長がはいはい判決パンパンパンで決まってしまいますからね。で、長年かかりまして、今は陪審制度というのができまして、ちょっとしたあの素人の意見も入るようになってきておりますけどもね、この当時アメリカではもうランダムに選びまして、12人の一般の人が選ばれまして、そこで話し合いをして決めるというね、すごい制度だなと私ね、子供心に思いました。ほんまそんなことで決まるんかなとも思いましたけどもね。そういう映画でございます。そして果たしてこの A は、主人公 A はあと11人を説得できるかどうか、これがですね、淡々と始まります。一人一人のね、性格がね、男たちの性格が浮き彫りとなってきますけど、まあ偏見の塊のような人たちが多い、あとの11人でございます。それをですね、気長に説得しながら、ものすごいね、根性と言いますかね、説得力と言いますかね、してね、解き伏せるんですけども、後々考えたらね、これだいたい90分ぐらいの映画ですからね、ようできてますわ。もうなんか何日もかかってね、解き伏せてるようなイメージがあるんですけど、最大90分ですからほんま大したもんですわ。その中にね、3つか4つかね、その怪しいところいうのが出てくるんですよ。それを一つ一つ検証しながら、いやこれは有罪とは立証できないと、有罪の立証はしなきゃいけないですよ。その中で一つでも有罪の立証ができればもう有罪です。でも、無罪の立証はいらない。で、有罪はこうやって立証していくんだという形で突き詰めていくんですけど、この男は全部それをね、覆していて、いやそれはこうこうこうだから有罪の立証にはならないという形で進んでいきます。果たしてこの少年はどうなるのだろうかということでなってきます。まあもちろんね、最後はですね、皆さんの思っている通りの結末ではございますけども、なかなかですね、法廷劇の第1弾みたいな映画なんですけどもね、ものすごく素晴らしい、はい、今でも見てても全然飽きませんので、まだご覧になってらっしゃらない方はぜひ見てほしいなと思っている今日この頃でございます。ではまた。